ラジオ聞いた？ちゃんとラジオ聞きましたか？聞いてない。わ今から婚約ありがとうございます。お待ちしてます。絶対太った、マジで太った、やばい、本当にデブじゃん。バスセンターで見てる。あ、本当間に合う、間に合う。ケチャップ社長、あ、栗20個ありがとうございます。ありがっくりかけ20。あ、タワー分じゃんあれするじゃん、今度書くね。ちょっと今日劇場にいるから紙がないから書くね。ありがとう、ぴょん。お礼のツインテール。僕の好きな最強ツインテール、似合いすぎて感心する。仕事戻る。あ、仕事中。いってらっしゃい。なんで二つに結んだの。あ、10時。あ、そっか、夜か。エイタロウさん、バラありがとうございます。男たちは首にだけ、今日の君は最強ついてる、もっともっと好きになる、今世界で一番可愛い人。公演アートしようと思ったんだけど、もしかしたらちょっとできる部屋がなくてできないかもしれないんだよね、昼と夜の間。どんちゃん、尊いありがとうございます。カラオケしたかったんですけど、ちょっといろいろね、その部屋が空いてなさすぎてできないかもしんない。どうしよう。思い出しないですよね。しないね、もうこの状態だからね。これ頑張ってね。ありがとう、頑張る。やばい、でもリハしたんだけど、なんかできない。2回目ってできない。はるかさん、ペンライトありがとうございます。ご飯食べた、弁当来た、お疲れ様です。やっほー。でも今日めっちゃまつげ上がってんだよ、ほら、すごくない？いつもの5倍ぐらい上がってる。グリーンコインも1回入れた。ぜひぜひ。ごめんないねんから OK。 いや、なんか今日どうせならさ、フューチャーの日だからさ、 HKT、 そういうのはなんかちょっとこうね、ね、こうなんかカラオケとかできたらいいなと思って、しかも公演だからさ、声出し練習にもなるかなと思って、夜公演のホイッパーを立ててます。女子力高。バクタラさん、可愛い、ありがとうございます。刀剣激震した、あら花道の後ろにいます。あー、オッケー、頑張ってね、イエーイ。あ、めっちゃイガグリ来るケチャップ社長、イガグリ40個ありがとうございます。ありがっくり、すごい、めちゃくちゃ来る、ありがとう。ヤシタンさん、可愛い、ありがとうございます。まあ今月でね、もうおしまいだからね、フリのギフト。そうだから最終日に栗祭りしようかって話してるんですよ勝手に言ってるだけだけど、私がそう、栗祭りしようかって。りのちゃんがこの前のショールームイベントの時にタコ祭りしてたじゃないですか。ちょっとなんか響きが好きだから、私もちょっと栗祭りしようかなっていうみんな栗投げてくれる栗祭りしたら。刀剣都市伝説、え、割と私のファンの人、刀剣当たってる人多い気がするんだけどな。 DM 読みます、ありがとうございます。めっちゃ番号が心配、リハーサル何回か番号間違っちゃったから。これがいいね。そう、栗祭り、祭りじゃん、祭り。さあ、みんな祭りやとね、来れるのか。素敵な一日になりますよね。 ありがとうございます。栗祭り面白そう。いや、ただ栗、なんかでもモンブランとか集めようかな。栗系の食べ物集めようかな。人来なくてあと5分くらいの皆さん、おお、おかえり。皆さんと話しましたか？ほんのちょっとだけね、すれ違った時にヤッホーって言っただけ。笑っていいともさん、栗ありがとうございます。ありがっくり。秋の栗祭り開催、いいね。秋の栗祭り、山崎春のパン祭りじゃん。栗山秋の栗祭り、夜に婚約ね。はーい。お昼じゃあ、お昼来る人いないの？見て、ほら、カラコンしてるから、ちょっとお目がいつもと違う、ちょっと青。タイマーにクリプリンみたいになってる、パッケージがクリコちゃんになってる。マジ？
パクリじゃん。ぬいぐるみ隊長さん、帰りありがとうございます。お昼誰も来ないの、私のファンの人。泣いてもいい。悲しい。大人になれば無理しないで歩きながら、周りに合わせるように休む理由どこかで探してるんだ。秋の栗祭り、みんな栗なに栗ったけ。行こう。あ、そっか、お昼来てくれるのか、ありがとう。昼来る人はもう劇場、あ、そうか、もう劇場ないか。それは確かに。もう会場入ってる。そっか、それは当たれないわ、携帯。ごめんごめん。普通に勘違いしてた。バクタラさん、ペンライトありがとうございます。マジで可愛い、そのペンライトのやつ。無我夢中なんて今だけだ。いつだって青春は短い。まあね。はまんなくてね、これ撮ってるの。このガチャンって挟むやつはまんなかった今日。まだ入らなくてもない。え、どっち、うちはあるかな今日は。その度にもう一度思い出してきたんだ、あの夢を。今日は私はみくりんさんの新種イベント。ああ今日か、そっかそっかそっか。楽しんできてね、いい席で見れますようにね。この角度の方が目に、あ、光が入った。でマジでまつげ今日めっちゃ調子いいの、ほらすごくない？いつもの5倍上に上がってる。今日は顔殴んないんじゃないと。前回無我夢中なんてとかで顔殴ったから、無我夢中なんてってなっちゃったから、無我夢中なんて。 OK、 今日は顔殴んないから。でも今日カメラ目線できるかな、なんかさっきリハやった感じ、ちょっとカメラ目線今日できなかった全然。今着替えてないってことはグリーンは後半かな。いや、あの15分間で終わるから。あと15分あれば余裕で着替えれるし、なんならエンジンも全然できる。余裕余裕、全然15分ぐらいならマジで何でもできるよ。なんなら私15分で最悪化粧終わらせることできるし、10分で余裕。京都もありがとうございます。カチューシャ外しながら、君がいいか違うな、君が振り振り返って。バクタラさんかっこいい、ありがとうございます。風の流れ微笑むだけで、誰か何も言えなくなるよ、こんな思っているのに。カチューシャ外しながら、修復中なしの真っ白な気持ち。 OK、 化粧はさすがにしてるもん。ルークさんクリ、ありがとうございます。あれがクリ、あ、ペンネットもありがとうございます。その何か大人になって僕の手には届かないくらいもっと好きになるよ。君が好きだ、言葉にできないよ。君が好きだ、僕のこの気持ち。君が好きだ、君はきっといつか気づくものさ。ただの魚さん、クリありがとうございます。ありがとう、クリ。今日もありがとうございます。チャ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 ン。ちょっと今日テンション高いよ。イエーイ。ちょっとでも顔がマジで大きくなった、本当に良くなった。公園やばそう。どんちゃんパチパチありがとうございます。笑った時に最近ここに2個シワができるのがマジで嫌だ。ホイップに練乳入れたら美味しくなりますかね。いや、やめといた方がいいと思う。多分ホイップが泡立ちが悪くなりそう。砂糖がいいよ、素直に砂糖入れな。今日ある公園行きます。 OK、 ありがとうございます。お待ちしてます。
昨日の夜はマジで眠かった。多分今日も眠い。栄太郎さん、氷たこありがとうございます。ありがたこ。緊張してなさそう。いや緊張すぎてむしろ変なテンションって感じ。2回からも大変だ。いや楽しいからね。でも公演はクイナの夢でうちは持ってないことにあっつなんたらかんたら実際どうだろう。え、どういうこと。ピーピロさん可愛い、ありがとうございます。イヤホン調子悪くてエアポッド欲しい。わかる、欲しいの。スイカベイビー、まぶしい太陽の下で輝いた君は真夏のマドンナ。初見さん、一系神さんかな、ありがとうございます。おはようございます。田舎屋根のあるバス停、僕を迎えに来た幼馴染さん。夜会のために博多向かってます。おお、ありがとうございます。シークワーサーの果汁を少し入れたらうまくなった。おお、いいね、頭いいね。それは久しぶりの帰郷のおめくの君と変わらない全てに応答してるんだ。イベント行ってきます。はーい。恋人はできたのか、冗談僕聞いたのは去年より綺麗だから。今日はショールーム HKT スペシャルで出てるけど、なんだろう。特に多分そのなんか何かめちゃくちゃ変わるっていうことはないと思う。ただ普通にそのあのアバターもらえない。今回アバターないかな。京都は馬ありがとう。マジでまつげの調子が良すぎる。ほら見て、バッサリよ。もう毛虫みたいにバサバサしとるよ。毛虫ってかもはやゲジゲジだね。めっちゃリップの色綺麗じゃないかな。三角さん可愛い、ありがとうございます。トヨ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 さん可愛い、ありがとうございます。またもらってない。あ、じゃあ今回なしか。ニシプーさん可愛い、ありがとうございます。トヨ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 さん可愛い、もう一個ありがとうございます。ぬいぐるみ隊長さん可愛い、ありがとうございます。そう、公演12時半からです。ゲジゲジ、え、ゲジゲジで調べたら出てくるよ多分。いや、これ大人じゃないよ、そんな若々しい20歳の女の子の色よ。これ頑張ってね、ありがとう。洗濯物終わった、欲しな。いつもフューチャーとかあるけど特にないからもったいない。確かに、なんかのあるのかな。今日栗祭りすればよかったね、じゃあ最後じゃなくてね、なんかイベントみたいになった方がね、なんだそれって言って来る人多そうだからね。今日栗祭りすればよかったね。15分やで、嘘。こっち表示、まあ、とりあえずランキング読んでたら来るかな。じゃあとりあえずランキング読むね。13位栄太郎さん、ありがとうございます。12位ニシプーさん、ありがとうございます。11位ミノルさん、ありがとうございます。10位シルちゃん、ありがとうございます。9位三角さん、ありがとうございます。8位バクトラさん、ありがとうございます。7位京丹、ありがとうございます。6位はるゆかさん、ありがとうございます。5位ジモッティさん、ありがとうございます。4位ヤジシヌクさん、ありがとうございます。3位プリントさん、ありがとうございます。2位タラの魚さん、ありがとうございます。1位ケチャップ社長、ありがとうございます。アジシヌクさん、ファイト、ありがとう。三角さんもファイト、ありがとうございます。あ、15分表示出ないね。出た？出ないんだけど、こっちそれ出たら切ろうかな。頑張ってね、頑張ります。イエーイ。今日は DM でもうまーするねオッケー、うまー。じゃあみんなハッシュタグいないじゃないで、もし私がカラオケする場合歌ってほしい曲載せといて。元気なのがいいな、公演途中だから。公演途中でか、公演のあれだから。あと30秒、 OK。 やっぱ私口がうまくね。昨日先生、なんだっけ、
エジちゃん先生にもう聞かせたんだけど、うまいって言われた。あ、来た。ありがとうございます。じゃあ行ってきます。バイバイ。バイバイ。おやすみって言いそうになっちゃったいつもの癖でおやすみって言いそうになっちゃった。バイバイ、行ってきます。